新年初登場、タムネギの奥の山口スウェンだ。来たばい、明けましておめでとうさん。おめでとうございます。山口さん、風邪ひいたもんね。あい、佐賀県やっぱり寒いですか。寒か寒か。そうか、すごい、もう風邪ひいて、そんな体調も 100% じゃない中来てもらってありがとうございます。そうかよかよか、みんなのためにね、うんうん、あのじゃあ今日サクッといこう。サクッといこうね。そうね、あんま変わらんかなって思ったんだけど来てますね。どうも、イケペイから。ペイケさんどうも。一人に戻ってからというもの、ああ正月やっさーって気分になったことがありません。うん、初詣にはもう14年行ってないし、朝から晩酌しがち、ラジオを聞くという、なんだったら普通の日の休日みたいな感覚で過ごし、気づいたら正月が終わるという一連の流れです。ですが今年は年男というのもあるので、なんか少しはお正月風神なことしたいと思います。辰年会イケペ、山口農家の玉ねぎさん、何をすればいいですか。富士カラーで映せばいいですかって。なんやろね。あ、見てもらう、長い間お正月楽しんでないか。お正月といえば富士カラーで映そうのイメージしかない。引き金さんのね、そうそうそう、さ、とりあえずおみくじ引いたらどがんねん。あ、そうだね、あんまり大かとこに人のごったごったおらすとこ行ったらさ、あのより独り身のしみる県が、うんうん、暇そうな神社行ったのが、ね、そうだね、うん、そうだよ。イケペ、まずおみくじ引いてみよ。大吉とか中吉とかそういうのは気にせず、うん、なんか神様のメッセージみたいなの、うん、そこ重要視して、まあ、有名なとこ行ったらね、うん、ごった返しときな。そうね、でなんか余計にちょっと寂しい気持ちになっちゃうかもしれないからね。こちらサーロー兄さんから、山口さんこんにちは。45歳にもなって犬に追いかけられました。追いかけられない方法を教えてくださいって。犬ね、犬は敵わかるけんね。やっぱ敵って見なしてるから追いかけるんだ。あ、敵と見なされるか、うん、遊びたいって思われてるか。あ、なるほどね、うん、もう全然違うね。俺か悪いか、実家におる犬、俺にしか吠えんもんね。そう、うん、俺は犬年ばって。あ、そうだ、あ、そうなんだ。山口さんも犬年。犬年。偶然誰かと。偶然タクシーで一緒だ。53。53歳。あ、そうなんだ。じゃあタクボチのちょうど一回り上だ。上かね。そうだね、そうだね。うん、そういうわけがね、だけがなんやろ、歩み寄らんばいかんたやろな。そうか、自分から歩み寄るね。でも噛まれそうで怖かばってね。まあドキドキだよね。あらな、もうしょうがなかろうね。なんか おやつとか持って歩かんでね。噛みつかねんとやろ、噛みつかねんと。なんかもうあのワンチュールとか、そうそうそう、そうなの、そのことも持ち歩いて、ごまかせ。そうです、それでごまかすです。ごまかせ、ほんとにいいアイディアかも。チムニシークワーサーさん、山口さん明けましておめでとうございます。今年も山口さんが育てた玉ねぎのように歯ごたえがありつつも奥行きのある深い味わいのトークを楽しみにしてます。あ、よかね。ところで、山口さんは今年どんな山口さんになりたいですか。僕はチムニシークワーサーがさらにシークワーサーになるようにしたいと思ってますっていう。あのね、進撃のめいちゃんからも、山口さんも今年の抱負ありますかって来てるから。あ、ちょっと年末の体調不良のたたったけんが、うん、健康ばい、健康。あんまりね、人にこうやって玉ねぎ作って出荷しよったばって、うん、自分が食べおられたね、うん、あー、そうだ、言ってた山口さん、あんまり食べおられたけど、うん、別に一番好きな食べ物ではないって言ってた、うん、そう、うん、毎度この玉ねぎは見直してね。そうだね、玉ねぎ食べてれば、オニオンスライスは食べていかないか、うん、そうね、こう今のこの風邪気味の状態にならなかった可能性あるね、うん、足りなかったのは玉ねぎだよ、うん、じゃあ今年は玉ねぎを多めに、うん、食べる、食べていく。そしてさっきあの玉ねぎの花って、白い花のあるというのがあって、へえ、花言葉調べたという、うん、何で玉ねぎの花言葉、なんともなんか、うん、結構いい言葉な気がする。優しさ、
真実。うん、そうでは半ばって健康不老不死の不死。へえー、すごい、死なない。昔はだけが薬と同じこと使われたんだよね。そういうことか。じゃあそのお花自体、うん、その意味合いがあるんだ。そう、うん、なんか玉ねぎは昔の人が言い出すのは正しいだね。そうだよ、昔食べばいいかも、ほんとすごいね、うん。じゃあ玉ねぎを多めに取り入れる、取り入れる、うちにしたいね、うん、で健康にね、笑顔で2024年、ね、うんうん、皆さんも玉ねぎ食べていこうね。はい、じゃあ皆さんにメッセージお願いします。この前玉ねぎを初めて生で食べました。お、はい、むしろ今まで食べたことなかった。あんまり美味しくなかったです。シャリシャリして美味しくなかったです。皆さんが食べやすいような玉ねぎ、甘みのある玉ねぎを目指して1年間また土作りから原点に帰って頑張っていきたいと思いますんで、佐賀の玉ねぎはよろしくね。山口さん、一丸感って言った。一年間。ああ、びっくりした。一丸感って何かな。一丸感って言った。考えても全然わからなかったから。一年間か。一年間、また玉ねぎは私も愛して広めていくような、皆さんも食べてください。